インテリアマガジンのケントです。今回は水回りをホテルライクに変える最高のバスアイテム20選についてお話しします。上質感のあるディスペンサーや置くだけで高級感を演出するトレー、スタイリッシュでシンプルなラック、ホテルで置かれているようなダストボックスなど、水回りのクオリティを一段上げてくれる機能面とデザイン面の両方が揃ったバスアイテムを20個厳選しました。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録をお願いします。早速第20位はソイルのソープディッシュフォアバス。こちらは吸水性の高い自然素材、珪藻土で作られた耐水性が特に高いお風呂用石鹸置きになります。不要な水分を吸い取り、石鹸を清潔に保つ衛生面とともに、珪藻土がそのままテクスチャーになった石のような質感が美しいです。こういったバス周りの小さなアメニティもそれぞれトレーに個別に分けて置いてあげることで、小物周りに高級感が出てきますね。価格は2800円。続いて第19位、デュエンデのウォールハンガー。こちらは収納力がありながら、空間に置いた時に圧迫感やハンガーラックの存在感が強く出ないように、軽やかな見た目のパイプのみを使用した超シンプルなデザインで、水回りの空間を圧迫せずにアイテム一式を集めることができます。壁掛け式で移動も簡単なので、寝室やリビングダイニングなど様々なシーンで活用できて、最上段でも30センチ程度の奥行きなので場所も取りません。細いブラックのスチールはミニマルなインテリアであれば、空間を引き締めるいいアクセントにもなると思います。価格は22000円。続いて第18位、デコワルターのケーススツール&ランドリーボックス。デコワルターはバスルームを中心にインテリアアイテムを幅広く手掛けるドイツのメーカーで、ヨーロッパをはじめとして世界70カ国のホテルやスパで使われている、まさにデザイン性の高いバスアイテムに定評のあるブランドです。こちらはポリッシュ仕上げが美しいスツールで、座面はビニールレザーなので、パウダールームなどの水回りで使用しても衛生的には安心です。座面を持ち上げるとランドリーボックスとしても使用できて、スツールとランドリーボックスの機能がセットになっています。デコワルターはクローム仕上げの冷たくて上質感のあるアイテムが多くて、大理石、鏡、ガラス、石など同じく高級感のあるバスルームに見て劣らない素材が使われています。価格は10万円。続いて第17位、アイテムのレジナトレイ。アイテムは小物から家具まで幅広く手掛けるデンマークのブランドで、特に素材の質感に高級感があり、水回りをワンランク上げるバスアイテムがあります。こちらはトラバーチンでできたトレイで、表面が美しく光を反射して高級感を感じます。ベージュの美しさ、少し丸みを帯びたデザイン、トラバーチンなので耐久性にも優れていて、機能性とデザイン性をとっても最高級のアイテムです。価格は3万円。続いて第16位、ソイルのパウダールームコンテナ。珪藻土で作られた収納箱で、乾きが早く洗面周りの小物入れとして使うことができます。ホワイト、ピンク、グリーンなど薄めのアースカラーのカラーバリエーションが特徴で、珪藻土の石っぽい質感も相まってバスルームの冷たいインテリアにすっと馴染むと思います。価格は1万円。続いて第15位、アクタスのスパシリーズ。アクタスの中でもロングセラーで安定した人気を誇るバスアイテムのシリーズになります。ホテルの洗面スペースのような清潔感のあるシンプルでスタイリッシュなデザインで、底の素材を水に強いシリコン素材にすることで取り外しができるようになっています。
シリーズを通してこのラインでアイテムを揃えれば、このグレーのシリコン材が共通したアクセントになって統一感を作ってくれます。価格は1000円から。続いて第14位、バオルジーのオーバルバスケット。バオルジーは品質の高いラタン製品を中心にキッチン周りやバスアイテムを手掛けるフランスのブランドになります。職人の手によって一点一点丁寧に編み込まれたアイテムはデザイン性だけではなくて軽さや強度もあって、世界中のホテルやレストランでも愛用されています。こちらはラタンでしっかりと編み込まれた丈夫なバスケットで、まさにホテルのアメニティ入れで使われていそうな高級感を感じますよね。価格は5000円です。続いて第13位、M スコープのモバイルキャッチャー。こちらは無垢材ならではの木の質感に美しさがあるスマホ専用のホルダーです。ラバーのリングによってホールドする構造のため、機種や大きさを気にせず設置することができます。さらにスマホを置いた時に立ち姿が美しくなるようにデザインされています。例えば風呂に入る時に洗面台で置いておくためのスタンドとして、そうではなくてもキッチンでレシピ動画を見るためのスタンドとして手を離して使うことができるし、使わない時は木の質感が美しいオブジェにもなります。価格は4400円。続いて第12位、ロームトゥフトのタオルハンガー。ロームトゥフトは主にバスマットを専門に製造しているドイツのメーカーになります。ウッドで作られた高さのあるタオルハンガーは壁に立てかけるだけのシンプルなデザインで場所を取りません。水回りの空間はホワイトでできていることが多いと思いますが、これは細いフレームがいいアクセントになってスタイリッシュなインテリアに仕立て上げてくれると思います。価格は26000円。続いて第11位、メニューのトイレブラシ。こちらはシンプルかつ洗練されたデザインで、トイレブラシのあまり表に出したくはない生活感を一切出さずに、レストルームなどの空間にすんなりと馴染む美しいアイテムになります。トイレブラシなのに生活感あふれる空間をワンランクアップさせるようなディティールにこだわった仕上げの良さが特徴です。一見デザインが先行しているように見えますが、このホルダーの底はずっしりとしたステンレスの重りが入っているので抜群の安定性を誇ります。同じメニューのブランドのディスペンサーなど、バスルームの小物とシリーズで揃えることができて、モノトーンで統一感のあるインテリアを作ることができます。価格は17000円。続いて第10位、メッテ・ディトマーのビジョンバスシリーズ。このバスシリーズはカラーガラスと真鍮の組み合わせが美しい、まさに自宅の洗面所、浴室の高級感を一段上げるにはふさわしいバスアイテムだと思います。ポンプのゴールドの真鍮はいいアクセントになると思いますが、それがよりブラックやブラウンのガラスによって際立っていますね。基本的に水回りのバスアイテムはブランドを統一した方が当然全体の見栄えは良くなりますが、これも同じくセットで購入できるのも魅力です。価格は単体で1万円程度、セットで3から4万円になると思います。続いて第9位、ムートのレストアバスケット。ムートはコペンハーゲン発の家具メーカーで、このチャンネルでもローテーブルやダイニングチェアなどでたびたび紹介しているスカンジナビアンデザインの新しい視点を取り入れたプロダクトブランドになります。こちらはバスケットにしてはかなり珍しくて、丸みのある柔らかな形とフェルトの温かみのある雰囲気が特徴のアイテムです。ペットボトルのリサイクル素材を使用していて、芯材は厚みがあり、型崩れがしにくいしっかりとした構造になっています。北欧のムートらしいアースカラーによる配色で、バスケットに入れる衣類の生活感をうまく消してくれそうです。価格は18000円。
続いて第8位 LSA のダップルティーライトホルダー。こちらは太陽の光を浴びることでテクスチャーが美しく反射する LSA の人気シリーズです。大地や水、森の中をイメージさせるアースカラーとガラスの風合いが美しくて、モダンなテイストだけではなく幅広いインテリアにマッチします。これはどちらかというと浴室の時間をより楽しむためのバスアイテムとして、キャンドルと一緒にお湯に浸かる時間を上質で優雅にするためのものとして使えると思います。深みのある色合いがとても美しく、キャンドルの淡い光をより引き立てていますね。価格は1つ5500円。続いて第7位、アクタスのポリーシリーズ。アクタスの中でもシンプルなデザインの洗面グッズのポリーシリーズになります。アースカラーの柔らかいアイボリーで清潔感があり、すっきりとした洗面空間を演出してくれると思います。陶器のような風合いで割れにくく、破片が飛び散りにくいポリジレン素材を使用していて機能的でもあります。ディスペンサーは液体で出るタイプとムースで出るタイプがあって、ポンプの真鍮もいいアクセントになっています。このアクタスのシリーズでディスペンサーからトゥーススタンドまで一通りのバスアイテムが揃うので、一つのブランドでまとめて統一感を出していきたいという人にはなおさらおすすめです。価格は1000円から。続いて第6位、ソイルのアメニティトレイ。こちらは吸水性の高い自然素材、ケイ素土で作られたアメニティトレイになります。バス、キッチン、洗面台など水の飛び散りやすい場所に置いておくことで水回りをきれいに保ってくれます。ディスペンサーや歯ブラシ、石鹸など衛生面が気になる水回りのアイテムをまとめて置いておけるところが便利ですね。さらに珪藻土のテクスチャーがそのままむき出しになったトレイはシンプルな色合いかつ石のような質感で高級感も感じます。価格は6000円。続いて第5位、メッテ・ディトマーのロータスバスシリーズブラック。メッテ・ディトマーは1995年創業のデンマークブランドで、ガラスや真鍮などの素材にこだわりを持ったアイテムが多く、インテリアにアクセントを加えてくれるディスペンサーなどを揃えています。こちらのアイテムはマットラバーのセラミックで仕上げられていて、滑らかで高級感のある質感です。さらにディスペンサーは金具部分まで全てブラックで統一されていて、大理石や石彫、ガラスなどでできたシックなバスルームに全く見劣りがしない上質な感じがしますよね。先ほど紹介したガラス製のディスペンサーとはまた違った素材の高級感を感じます。価格は4400円から。続いて第4位、Mスコープのグラッシーズプレス。 Mスコープは置くという些細な動きを愉快なワンシーンに変えるシンプルで上質な小物を作り続けているプロダクトブランドです。小物置だけではなくて、それ自体がオブジェになるような洗練されたデザインで、このメガネ置きは畳んだメガネをスッと乗せたくなるようなスマートなプロダクトになります。ウォールナットでできた素材も美しくて、コンパクトサイズで移動も簡単なので、お風呂に入る前のメガネを外すとき、寝る前のベッドサイドなど、いろんなシーンでインテリアに馴染むと思います。価格は4000円。続いて第3位、デュエンデのマルチホルダーティル。こちらは使う人のアイディア次第で様々な用途で活用ができるアイディア性の高いマルチホルダーになります。細いスチールがまっすぐ伸びたストレートラインから直角に曲げることで物をかけられるハンギング部分になっていて、上部にはトレイを配置して物を乗せることもできます。お風呂に入る時のタオルかけや衣類かけ、スマホ置きやメガネ置きといったいろいろな使い方が想定できます。
さらに使用していない時も美しい形をしたマルチホルダーは場所を邪魔せずにコンパクトでシンプルなデザインでインテリアに溶け込むと思います。価格は13,000円。続いて第2位、モルスゼロの超小型衣類乾燥機。こちらは特に一人暮らしの狭い浴室周りではぜひ検討したいアイテムになります。従来の衣類乾燥機に比べると圧倒的にコンパクトサイズで工事が不要、そして設置費用もかかりません。移動も楽なのでリビングの隅にも置いておくことができます。その割にスピーディーな乾燥機能で最短15分で乾燥ができます。一般的な衣類乾燥機もしくは乾燥機付き洗濯機のサイズがでかすぎる、スペースに収まらないといった悩みを解消してくれるアイテムで、むしろスペースに空きができて水回りの他の有効活用ができるようになると思います。デザインもスタイリッシュかつシンプルで、海外の著名デザイン賞であるイフデザイン賞やレッドドットデザイン賞などを受賞していることから、機能性デザイン性ともに優れたプロダクトだと思います。価格は60,000円。最後第1位はジョセフ・ジョセフのランドリーバスケット。ジョセフ・ジョセフは日常の小さな問題を見逃さずにデザインで賢く解決することを目的に2003年に立ち上げられたブランドで、キッチン用品だけではなくダストブックスや水回りツールなど革新的で機能的かつアイディアフルで発見のある製品を世に送り出しています。国産のブランドで言ったら山崎実業はかなり近いカテゴリーだと思います。そんなブランドから今回はランドリーバスケットを第1位にしました。こちらは洗濯の直前に洗濯物を分ける手間を減らした実用的で機能満載のランドリーバスケットになります。バスケットの中は布製のバッグの2つで分けられていて、洗濯物の素材や色で仕分けをしておくことができます。ハンドル付きのトートバッグで取り出しやすくて、バッグの開口部にはリムがついていて、バスケットへ戻すと自然にセットされる機能的な設計になっています。さらに機能だけではなく、インテリアに馴染みやすいマットなアースカラーとシンプルなファブリックの外観で、浴室や洗面所などの水回りだけではなく寝室やリビングにおいても生活感を出さずにスッと馴染む、一見バスケットには見えない高級感のあるスマートなデザインになっています。価格は10,000円です。はい、以上が水回りをホテルライクに変える最高のバスアイテム20選でした。今日の話は以上になります。このチャンネルでは憧れの暮らしを自宅で再現するインテリアのコツを毎週配信しているので、ぜひチャンネル登録といいねもお願いします。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録をお願いします。動画にしてほしいインテリアコンテンツはぜひコメント欄にまでコメントをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。